食卓の悩みを解消。料理教室キッチンスタジオマムで活躍中。時間がない主婦の味方、川添貴子さんの登場です。川添さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週はみんな大好きな麺類、麺、はい、ウィークというテーマでお送りしています。今日はこちらを作ります。うまみたっぷりのあさりうどん。これ本当お出汁が美味しいですね。お出汁がいいです ね、 うん、今アサリってね、ちょっとあの産地でニュースになったりしてますけど、ね、やっぱりアサリっていいお出汁が出るんだなっていうのを実感できるレシピとなってますんで、うん、はいはい、今日は広島地元の大野さんのアサリで作っていきますんで、はい、ぜひ皆さんこのスープ作ってみてください。さあ、そして素敵なプレゼントが当たるコーナー参りましょう。楽馬キュー、ゆっくりじわっとキューをやる川端さん、今日時間がないんですよ。すいませんRCC のアプリイラウで今画面に出ています、今日の料理のポイントクイズに週に3回答えてもらうと抽選で豪華なプレゼントが当たります。今週のプレゼントはプリンに高級卵に釜玉うどん、天美卵ギフトセットを5人の方に。参加するだけで OK ですので、ぜひチャレンジしてみてください。さあ、それではアサリうどんクッキングスタートです。はい、アサリなんですけども、これ 200g なんですけど、スーパーで売られてるアサリ大抵砂抜きしてあるんですけども、はい、時間があれば砂抜きねした方がいいと思います。うん、あのこれぐらいの量でしたらば、バットに水が 200ml に、塩水がお塩が小さじ1ぐらいね、うん、ボウルじゃなくてバットがいいんですね。いいです、うん、広げた方がいいんですね。そうです、広げて頭が出るような形に、アサリの頭が出るくらい、はい、それを中に入れて、それから上にあの新聞紙かあのアルミホイル、ね、ちょっとかぶせて冷暗所に置いて1時間ほどすればすっかり抜けますのでね。あれ10分おきぐらいに見たくなりますよねどうなってるかなっていうね。そのまましとってあげてください。はい、こちらも砂抜きしてあります。はいはい、でこれね、洗っていきますね。もうお家だったらこのまま水道水のとこですけども、今日ボウルに入れて朝洗うときはこういうふうにあの殻をね、こう擦り合わせるように洗ってください。うん、あの殻に結構あのやる汚れがついてますので、こうするとね汚れが落ちてくれますので、こんな風にあの擦り合わせて洗ってください。はい、でこれ水切っていきますね。で水を切ったら耐熱皿の上に乗せます、ね。そしてこれをお酒ですよね。お酒を回しかけて、はい、大さじ1でラップです。はい、これレンジでね加熱していくんですね。今日はレンジ加熱なんですね。そうなんです。でこれでふんわりラップをかけて2分半ほどね、600ワットです。加熱していきます。よいしょ。はい、じゃあこれで、じゃあこれでできます。はい、600ワットで2分半となっています。はい、でこれがね今日のポイントになります。あのアサリこういうふうにあのレンジ加熱しておくと、あのちょうどいい具合のあの硬さっていうかね、あの煮汁に入れて、うん、防いでくれるわけですね。そうです。うん、あのちょうどいい時に入れたいのでね、はい、あらかじめレンジで加熱しておいてください。ね、このやり方ぜひ試してみてくださいね。そして油揚げですよね。はい、具材に参りましょう。焼いていきます。これも焼いてあるんですけども、ちょっと裏返してみますね。よいしょ。これぐらい焦げ目がつくぐらいまでね焼いてください。あー、美味しそうですね。ですね。でこれがねポイントにもなります。油揚げを焼いておくとね香ばしさが立ちますのでね、ぜひ焼いてみてください。で油引かなくていいです。油揚げにも油ついてますので、それで焼いていくような感じでいいと思います。はい、もう油抜きせずに、うん、そうです、それでいいと思います。でもなんかこういった油揚げの具材とか、ちょっとなんか関西風のうどんっぽいですね。ちょっとね、うん、いいですよね。でこのあのお揚げさん入れとくとですごくコクが出るんですよね。なのでぜひ入れてみてください。もういいかな、ね、しっかり焦げ目つけてください。なのである程度の焼き色はつけたいけど焦がさないように注意ですね。そうです、そうです、うん、焦がしてしまうタイですのでね。よいしょ。ちょっともううっすらね焦げ目がついてますよね。はい、じゃそうなったらばこの、 あの揚げさんはね一遍取り出しておきますね。はい、これで両面焼いたら取り出しておきます。はい、取り出しておきます。でちょっとね冷ましておきますね。さあ、で次ね具材の方切っていきましょう。はい、野菜が入ります。切っていきますのでね、今日白ネギ使います。3分の2本ほどですよね。これはあの斜めにねこういうふうに薄切りしてください。で今ね白ネギも甘くて美味しいですのでね、ぜひ入れてみてください。こんな感じですね。はいはい、そして今日ねニラを使います。ニラなら3分の1束ぐらいですよね。でこれはもうねざく切りにしていきますね。 3、4センチぐらいの幅でいいと思います。食べやすい大きさですよね。ザクザクザクっと切っておいてください。はい、これぐらいですよね。でこれねゴム取っておきましょうね、うん、よいしょ。はい、じゃあこれを
入れておきますね。ここね、今日このニラがね、このスープによく合いますよね。そうですね。ね、ニラとネギと入ってますのでね。はい、そして先ほどね焼いたものをね切っていきますね。油揚げですね。はい、これは短冊ですね。3等分ぐらいに切って、でもあと短冊ですね、こんな風に切っておいてください、ね、これぐらいでいいと思います、はい、じゃあこれ入れていきましょう。さあ、でこれどけていきましょうね、はい、さあそろそろアサリの方がいいかと思います。はい、はい、はい、ありがとうございます。2分半経ちました。はい、じゃあここ熱いですよ。はい、大丈夫です。開けてみますね。取ってみます。あ、いい香りしてますね。いいですよね。もうね、口の方はね、すっかり開いてますよね、うん、こんな感じで開いてます。よいしょ。さあ、そしたらですね、これ蒸し汁たくさん出てますよね、はい、これ身と蒸し汁と分けていきますね。これザルなんかにかました中へ入れてください。はい、そしてこれね、溶けていきましょう。これ置いておきますね。はい、さあ、蒸し汁が取れましたよね。これが美味しいお出汁になるわけですね。これが美味しいんで、だし汁の中に入れていきますね、うん、ここにまず入れて、ね、そしてこれ水ですよね、はい、これを合わせて800ぐらいになるように入れてみてください。アサリの蒸し汁プラスお水で、うん、ちょうど800ぐらいですね、うん、これぐらいでいいと思います。じゃあこれでいきます。でこれポイントなんですけども、アサリの蒸し汁うまみたっぷりですのでね、だし汁として使っていってきます、はい。川村さん、ね、今日とにかくスープが美味しいんで、はい、もうぜひ楽しみにしておいて。いや、もうすでになんかちょっと濁ってるところが美味しそうって思いますよね、うん、はい、で鍋の中濁ってるところが出汁出てるんだろうなと思って、はい、そうですね、旨味が出てますね。はい、旨味がたっぷり出てます。で鍋の中入れていきますね。でここにもう味をつけていきますね、はい、じゃあこれ入れていきましょう。はい、まずこれはね、鶏ガラスープですね。顆粒のものを入れていきますね。顆粒の鶏ガラスープ大さじ1です、はい。そしてこれ昆布茶ですね。昆布茶入れていきます。昆布茶は小さじ2分の1、はい、そしてここにですね、薄切りにしたニンニク、これを入れていきますね。これが結構温まるんですね。そうなんですよ。ですとこれがこれもね、ちょっとこういいですよね、はい、アクセントになります。ニンニク1かこれスライスですね。そうです、スライスでいいと思います。でちょっとね、煮立たせてくださいね。すぐ煮立ってくれると思います。でこう煮立ったところにうどんをね入れていきたいと思います。今日ねちょっと細いんです、うん、これおすすめは細うどんね、あれば細うどん用意してください。その方が美味しく召し上がれると思います、はい、でそろそろ沸いてきたので、今日のスープにはうどんは細麺がおすすめ、はい、いいと思います。じゃあこれ入れていきますね。よいしょ、はい、ほい。で入れたらば次ですね、白ネギですね、これ入れていきます。白ネギもね、もう薄く切りましたのでね、すぐ火が通ってくれると思います。少しね、炊いておきましょう、はい、ちょっとここに煮立たせてくださいね。でも本当今日はこのスープが美味しいんで、はい、具材もこのままがベストかもしれないですね。そうですね、うん、白ネギとニラと、はい、うん、いいですよね、揚げぐらいがね、はい。もう煮立ってきたら、ここへですね、もう最後の仕上げです。ニラね、入れてください。川村さん、すごいスープ透明でしょう。そうですね、透き通ってますよね。そうなんです。でもだから、川村さん、これスープはできてる状態ですね。そうです、そうです。お醤油とか入らないんですか、ね、入らないです。もう、ね、塩、どっちかというと塩味ですよね。お醤油ではなくて塩味の味になります。そしてここへ、先ほどの油揚げね、これを入れます。よいしょ。これがいいアクセントというか、コクになりますよね。うん、いいですよね。そしてこれ煮立、でも軽くでいいですね。ここまで来たらニラがね、ちょっとしんなりになるまで煮立たせてください。おうどんがね、温まるぐらいでいいと思います。もういいかな、うん、ぐらぐら来ましたよね。さ、じゃあ盛り付けていきましょう。はい、はい、よいしょ。本当にでもここまでスープが透明なうどんってのは珍しいですよね。さあ、では盛り付けです。じゃあこれね、おうどんの方から入れていきますね。2人分なのでね、うん、半分量ね、盛り付けてください、はい、でこれが入ったらね、お汁の方を貼っていきますね、はい、透明感のあるお出汁ですね。いいですよね。もう少しだろうかな、はい、お汁も貼れました。じゃあお汁貼れたらね、はい、
ですね、はい、この上にね、はい、アサリ乗せていきますね。よいしょ。こうするとね、アサリもね、うん、あの煮すぎないでね、美味しいものがね、柔らかくて食べれますのでね。アサリが硬くなくて、はい、柔らかいままいただけるわけですね。で、これちょっとね、アクセントに糸唐辛子ですよね。これを少し乗せてください。はい、これで出来上がりです。いいですね。はい、こちらで旨味たっぷりアサリうどん15分で出来上がりです。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。今日はアサリの蒸し汁を加えて旨味たっぷりのお出汁が美味しいあったかうどんを作りました。ニンニクの香りが香ばしく、とっても食が進みます。そしてとっても簡単なのに本格的なうどんになってるんですね。アサリはレンジ加熱をすることで火が通り過ぎて硬くなるのを防いでくれます。油揚げも焦げ目をつけることでとっても香ばしく仕上がります。まさにですね、寒いこの時期にいただきたい、もうスープを全部飲み干したくなる、そんなうどんとなっています。ぜひ皆さんもお試しください。さあ、川村さんどうぞ。はい、どうぞ。いただきます。はい、まずじゃあお出汁から。はい、じゃあいただきます。はい、こんなにアサリを感じるスープ初めてです。アサリがもうそのまんまいますね、スープに。本当、アサリうどんという名前にふさわしいね。びっくり。アサリだけいただいてもいいですか。はい、ふわふわです、うん、まだ生きてる気がする。本当にふわふわです。こうアサリ独特のちょっとこう旨味というか苦味みたいなのもしっかり出てますし、うん、でも大人な味もします。美味しいですね、うん、柔らかい。じゃあ細めのそのうどんいただきます。はい、どうぞ。これがまあ本当にお出汁とよく合ってると思います。あー、美味しそう。うん、うん、でもうどんはうどん自体がすごくみずみずしいのですごくあっさりでした。思った以上に。でもちゃんとアサリの旨味も感じつつ、お出汁といい具合に絡んで最高に美味しいです。はい、はい、本当スープ飲み干したくなりますよね。飲み干したくなりますね、うん、揚げ、うん、揚げがよくお出汁を吸ってくれています。これいるでしょう。いる、うん、いる。しかも焼いてほしいです。この香ばしさがまた味わい変わりますね、うん、はい、なのでこのね、油揚げはぜひ皆さん焼いて入れてみてくださいね。さあ、明日はですね、野菜ソムリエの花井さんに簡単サンラータンメンを教えてもらいます。こちらもどうぞお楽しみに。川添さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。